どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは聖剣伝説3トライアルズオブマナ続きやっていきたいと思います。はい。ルガーが赤ちゃんになった。で今シークラー男がいるんだ。あ、そうそう、あいつはもうボコボコにボコボコにするしかない。ちょっとあいつもうボコボコだわ。もう行くわ。いる？本当にあのすぐ消えちゃうんだけど。いるでしょ。いないじゃん。いるんじゃないですか。いないじゃん。いないや。そんなところに月のマナストーンがあったのね。マナストーンが塔の中に封印されているために塔を中心にこの森全体がいつも夜になってしまっているんだわ。へえ。へえ。マナストーンってのは不思議だな。あれ、ところでさっきの死を喰らう男はどこに消えたんだ。あの男すごく邪悪な気配がしたよ。見りゃわかるだろ。でも気配以前今はもうそれも感じられない。はあ。もうこの辺りにはいないんじゃないかしら。そうか、あいつもマナの剣を狙ってるみたいだったな。魔法王国アルテナや美獣と同じように。うん、でも探してきた精霊もあと一つだけ。俺たちだってここまで来たんだ。奴らの思うようにはさせやしない。もう一息だ、頑張ろう。うん、そうね。残っているのは木の精霊のドリアードだけよ。英雄王様がおっしゃっていたランプバナの森のどこかにいるというリオール村の妖精王様を探しに行きましょう。妖精王、ディオール村ってかっこいいよね。なんか高級そう名前がね。すげえ俺ら今アホなこと言ってる気がするけど高級そうとかさ、そういうこと言ってっからうちらあれアホみたいな。バカなんだな。そう、そこよ。じゃあもうさっさと戻って、うん、綺麗だなあっちのなんか湖海なんだ、ね、あっちの方ほらホタルみたいな。そう、俺ルガー倒したんだぞ。通せよ通せよ。そうはいか、通しなよ。もう勝てそうにないぞ。相手が悪かった。どうだ、ルガーの敵っていうかもしれない。ルガーに勝ったからな。でも赤ちゃんになっちゃった。ほぞとばかりにマウント取りに行くわ。マウント取りに行くの。そう、ルガーに勝ちましたよっていうことで道間違えてないところで、ね、どこ行くの。そうだよね、間違えてるじゃん。恥ずかしい。だせえ、すぐ調子乗ってこの有様だよ。本当だよ、ルガーに勝ったからっていい気になってるんじゃないよ。なんかさ、あれですよね、本当さ厳しくない。厳しくない。本当に。うん、俺あれだよ、お花咲いてるそこだけ結構折れる可能性あるよ。折れるの？悲しくて、うん、悲しくて、うん、クリア前に。じゃあちょっと黙ってるわ。黙ってんの違うじゃん。いろんな方向で折りに来るじゃん。それも違うじゃん。なんか ちょっと静かにしてるわこれ。絶対違うじゃん。何なのその静かにしてるって何なの。ポチポチ、ちょっとおとなしくするわ。あ、そう。いや、大丈夫です。喋っていただいて大丈夫です。当然の勝利。すごいよね、ゲーム実況を言うてんのに喋らない。ずっと喋んないんですか。まあ、確かに喋らない時多いけど、喋らないから喋れない。レオの隣でスッとして見てる。ただ見てる。ただ見てる。着いた。でこれでまたあれでしょ、ブースカブに乗ってどこ行くんだっけ。そのなんだなんちゃらのディオール。そうディオール、クリスチャンディオール。うん、だから高級そうでしょ。そうだね。
間違えた。また？いや、間違えてない。俺は間違えてない。ストーブ呼んで。呼ぶ呼ぶ。本当好きだね。うん。ただあれだもん。ちょっとポチっぽいもん。ブースカブが？うん。うん。や、かわいい。じゃあ今度からあのレオポチの。うん、あのポチの部分ブースカブにする？いや。マナストーン巡りの旅も次で最後だな。あ、そうだね。まずはランプバナの森を目指すとしよう。もうすぐ精霊が全員揃うのよ。揃うと大変なことになる。お母様にマナの剣を手に入れて認めてもらうんだから。認めてもらえる。お母様もさ、どうなっちゃったんだろう。え、寝てる。寝てる。ちょっとセクシー。なんだなんだ、なんか気持ち悪い虫いたな。イモムシ。ランプバナの森。あれ、ここにもうセーブポイントある。あ、なんだろう、宝箱が先だな。うん、はい、ちょっとセーブ。はい、行くぜ。どうやって入るの？はい、なんかあれみたいになってるよ。この植物は月夜草ね。ああ、そういうこと。私の力でなんとかできそうですよ。それおしゃぶりなの？加えてんの？わかんない、なんか口の前になんかがあるね。え、はい、洗ったの。あれ、あっという間になんか、うん、あっという間に現れたね。ぶつかるやつはなかったね。いつもさ、ベーンってみんなで。さすがにあれじゃない、この長い旅でさ、気づいたんじゃない。みんなでベーン。あれ、なんかいるわ。ああ、シャルロット、どうした？シャルロット、なぜこんなところに？うん、それおや、これは皆さん。シャルロットはおじいちゃんの病気を治すためにディオールに行く途中でち。一緒だね。皆さんが白状にもシャルロットを置いていってしまったので、波乱万丈の冒険の末、ま、やっとここまでたどり着いたんでち。置いてってないよ。置いてってない。そうか、すまなかった。分かればいいんでち。廃砲に乗るという命がけの大冒険だったんでちから。一回じゃん。なんだ、じゃあマイヤに船で渡ってボンボヤジの大砲に乗っただけかな。結構な、まあそうとも言うでち。あの大砲乗るの大変よ。それはともかく、勇気はとんでもない。アンテさんたちこそこんなところで何うろうろしてんでちか、うん、エルフの村ディオールを探しに行くところさ。うん、そう。きっとアンテさんたちはたどり着けないでち。シャルロットはおじいちゃんからちゃんとこの森の秘密を教えてもらったでちからね。じゃあ教えてよ。それはなんだい。教えてなんかやんないでち。ついてこうぜ。静かについてこうぜ。あいつについていくでち。ついていく。弱そうなのが出てきたな。なんでお前らシャルロットを襲わないの？シャルロットはお前らがさ、襲ってくれりゃさ、あれじゃないか。それを助けてさ、聞き出すこともできたのにさ。なんて男だ。おかしいでしょ。なんて男だよ。そんなこと思ってたの。そうすることによりさ、あ、なにこれ、色違いの宿敵。ああ、ちょっと血色悪い。血色悪い。やだ。どせキノコなのでは。あ、コキノコ噴射。コキノコは血色良かった。いつもの宿敵の色だった。こっちに宿敵を刺激するまでいたった、あいつ。なんだよ。へえ。シャルロット。どこ行っちゃった？教えてくれよ。てかお前よくこの間本当にステルスできたの。すごくない？もうあいつらもさ、ちょっと今ここにいるさ、なんか
コロビンフット、うん、似てたじゃん、色も。誰が？え、シャルロット色というか、なんか雰囲気が。あー、そういうこと？そう、仲間かと。だから普通に歩いてても、うん、不思議はない。不思議はない。時間の無駄ではないわ。みんな不思議に思わなくて。今の時で最後の人だった。仲間か。そういうこと？そんな風に覚えるんだ。気楽っすね。あ、花だ。やられてた。やられてんじゃねえか。めちゃくちゃやられてた。なぜ負けるか。めちゃくちゃやられてた。バレたんじゃ今。ここまでは、ここまではなんか仲間のふりで言ってたんだけど、今バレた。今バレた。今バレちゃったからバチコーンやられたよ。でバレちゃった。バレたんかい。なんだよ。シャルロットバレちゃった。びっくりした。あれ、そうだろう。この森は一人じゃ危険だ。そうだ、危険だ。うい、分かったでちゅ。この森の花は夜になると赤く光るんでち。赤い花をたどればディオールにたどり着くんでち。こう、なるほど。そこに赤い花が咲いてるでちょ。ちょっての方に進めばいいんでち。なるほど。シャルロットはまたモンスターがいると嫌でちから、アンタシャンたちがモンスターを全滅させた後をついていくことにするでち。なるほど、うん、でもすぐ湧くぜあいつら。なんで来た？ねえねえ、違う、話しかけようとしたの。はい、じゃあこっちに行きゃいいってこと？そうだね。俺が参る。背中は任せたぞ。意外に簡単に教えてくれたね。そうだね。よっぽど痛かったんだね、さっきね。チッてやられた。結構な音してたじゃん。ビチンってやられたもん。カチラの隅っこの方で子供キノコ遊んでくるのちょっと面白い。あっちだ、赤い方。あ、赤い方。赤い方でしょ。こっちってことでしょ。うん、あっちだ。こっちってこと。何なの？ね、誰なんですか？お前か？ねえ、はい、セーブするところのさ、うん、横っちょのさ、緑のギザギザ何あれ？地図で。あ、これ？うん。行けんってことじゃん。あ、行けないってことか。うん。マップの話だったよ。うん。それをきっとあれじゃないな。この森のどこか、エルフの国ディオールあるはず。うん。あるある。ところで、あのでっかい植物。あ、今見えるか。雰囲気的に普通の森じゃなさそうよ。キャタピラみたいな。そうだね。硬くなる。あ、じゃあそうトランセル。トランセル。糸を吐く。あれなんかお前死ぬ。糸吐いた。やっぱり同じだ。じゃあ進化すると今の時期で最後のようだから警戒を怠らずに。なるかな。どうしたの？今下手に使わない方がいい。どうしてまた来れるからね。そうだ。あんまり知ってた。あれは知ってた。まずいね。あれ？あ、やばいやばい。誰よ。あれ？レオだ。もうちょいでつく気がするんだ、俺は。マジか。意外と。そらよ。危ない。カメラのさ、戦いづらいところにさ、お前、戦うのやめてもらえます？赤い方。いいよ。よしよし、だいぶ赤いぜ。そっちそっち、急いで。倒してなかった今。
大丈夫。あれ赤くなくなった。赤くなくなった。あれ撃ちましょうよ。いや、赤かった。あ、え、ゼフルみたい。赤かった。赤かった。赤かった。こんなものを食べた。力を貸して。意外とさ、敵強くない？急いで進もう。俺が戦い方が回復すればいいんじゃない？あ、でもつくね。でもこれつくでしょ。うん、あの変な門はつくよ。つくでしょ、これ。花畑の国ディオーム。おう、こう大きな花がいっぱいだね。そうだね。イメージはもっとなんかいろんな花がいっぱい咲いてるイメージだったね。とりあえずここの妖精王と話しゃいいんでしょ。らしいよ。とりあえず妖精王と話したら、うん、今回ちょうどかな。なるほど。な気がするな。妖精王どこ？妖精王結構遠いところにいんね。あ、立派なお屋敷。妖精王、妖精王、妖精王どこ？だいたい上よ。そうだね。下に対して全然喋ってない。あれ鍵かかってるよ。じゃあ下か。下入れない。入れない。あ、そこじゃない。ここ下だったね。人間と話すことは何もない。お引き取りください。話すことなんか何にもないね。妖精王様、私たちにお力をお貸しください。そうだぞ。お願い。なんとお前たちはフェアリーに選ばれし者だったのか。そうだぞ。やっと皆さんを見つけたでち。こんなか弱い美少女を置いてけぼりにするとは、血も涙もない極悪人でちね。メガートから来るっつったんだよ。サルロット。シャルロットではないか。知ってるんだ。あ、知ってんの。あんた誰？知らないんだ。そうか、無理もない。お前がこの村からウェンデルに引き取られていった頃はまだ幼すぎて何も覚えていないんだろう。へ、あんたさんが妖精王でちか。あ、それよりもうちのおじいちゃんが大変なんでち。妖精王のおじいちゃん、うちのおじいちゃんを助けて。光の司祭様は生徒を守る結界を張られた時に禁断の古代呪法をお使いになり、呪文にかけられた呪いによって不治の病にかかり倒れられたそうです。そうだったのか。司祭殿とは二度と関わり合いになることはないと思っていたが、リロイとシェーラがあの世で導いているのかもしれん。誰？パパとママが？ああ、そうだ。そうだよ、シャルロット。リロイとシェーラはずっとそのことで悲しんでいた。え？エルフと人間の恋は禁断の恋。ああ、なるほど。互いに命を縮めるため、わしも光の司祭殿も二人の結婚には反対したのじゃが。なるほど。リロイとシェーラは命よりも大切なものがあるとこのディオールの村に駆け落ちして結婚しよった。実に幸せそうな彼らを見て、わしは説得を諦めたのじゃ。なるほど。気持ちってすぐにさ、それからしばらくしてリロイもシェーラもシャルロットが生まれるとすぐに他界した。ああ、そういうこと。しかし彼らは決して後悔はしていなかったよ。光の司祭殿は最後まで息子のリロイを許してやれなかった、自分を責め償いにシャルロットを大事に育てることを誓い、この村からシャルロットを引き取っていったのじゃ。そしてわしは再びこのような悲しいことが起こらないよう、このディオールの村を人間界から隠し、エルフたちだけでひっそりと暮らしておったのじゃ。なるほど。
泣いちゃった。いやそりゃそうだよ、結構穏やかにすげえ重い話してるね。ね、妖精をしばらくそっとしておいて。むちゃくちゃだなお前。司祭殿の淵の病、マナが少なくなってしまった今、おそらくこのわしにもどうすることもできん。そっか、やはりマナの剣を手に入れ、マナの女神様の復活を待ってお願いしてみるしか方法はなさそうね。よせよ、フェアリーと我々は聖域への扉を開くため各地の精霊たちを探しています。大声も木のマナストーンの近くへはどう行けばいいですか？ランプバナの森の北西にマナの女神像があるはずじゃ。そこで月の精霊ルナの力を使いなさい。夜に反応するランプバナは自ら道を開くであろう。さっきんとこだ、さっきんとこだ。さっきのポチがギザギザのとこって言ったとこ、はあはあ、一旦じゃあ女神像のとこまで行ってみようか。そこまで行く、そこまで行ってあれだわ、そっちじゃない、違った、ちゃんとした道歩けなかった。はみ出し物みたいな。おかしいな。大丈夫、 HP 少ないけど大丈夫じゃない、まあ、ちょっと見に行くぐらいだから、見に行って終わりにするぐらいだから、そんな言うても。シャルロットの両親、もう子供の成長を見たかっただろうな。さ、そうだな。さあ気を取り直してマナの女神像のところへ向かおう。向かおう。雑魚ね、さっさと片付けましょう。見えた、あっちゃうね。今でもそんな戦ってられない、弱そうだから出てきたな。俺たちの敵じゃない。こっちに来て、さあ先を急ごう。どんどん走るじゃん、どんどん走るよ。 RTA バリに走る。注意、ごめん、ついてこれないだろ。あ、じゃあここでこれが妖精王様が言っていた女神様の像ね。出てきて喋ったら、これは珍しい植物ね。でもとってもいい香り。この辺りなのね。わかった、やってみるね。へえ、お願いします。なんかわー、おー、道が現れた。これでいいわね。お土産にこのお花一輪いただいていっていいかしら。いいよ、とってもいい香りなんですもの。俺らにそんな権利ないけど。気に入っちゃった。結構大きかったけど花ね、持てるかな。おう、じゃあこれでこの後ここ行けんね。結構茨がチクチクしてそうですけど、まあまあいっか。じゃあ動画一旦ここまでです、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。